食らいやがれ。ああ。それくらいで俺にダメージを与えられると思ったのか。まだこいつの方が破壊力あるぜ。やべえ。物を投げたエネルギー量だけであの破壊力かよ。なんであんなに物を動かしただけであれほどの破壊力を出せるんだ。とりあえず何か策を練らないと。模倣。それで俺に挑むつもりか。前よりはマシだ。仕方ない、お前にはこれをプレゼントしてやろう。その弾は、これは俺が、か、と呼ばれるゆえんとなる武器だ。挨拶において、銃、刃物、などの金属はどうも隠し通すのにリスクがかかる。だがこれは金属ではないし、場所を取らない、それに証拠も残らない。そしてこの弾は生成してから数分後に跡形もなく消滅する。俺の運動量を操る程度の能力、と最高の相性というわけだ。一度見たことあるな、お前がターゲットを撃ち抜いた後の姿は、まるで蚊に刺されたかのような自然な死に方だった。そう、ターゲットは死因すら把握できず、ただ消えるのみ。嫌なことを思い出したぜ。さて、別個の近距離からかわしてくれ。行くぜ。巨大化せよ。ここから反撃開始。考えたな。まさかここまで実力を上げているとはな。俺も少し、やる気を。あなたが侵入者ね。そ、最強クラスか。さすがに最強クラス相手は分が悪い。さて、拘束されてくれないかしら。誰だ、お前は。私は薬もゆかり。ここ最近の教会の出入りを観察してたけど、あなたがここ最近入ってきた侵入者ね。そ、命令の前に面倒くさい奴に会っちまったぜ。ここは退散するしかないか。私から逃げれるとでも。ちょっとバカし、無理すっかな。消えた。まったく、面倒くさいわね。あなたも今幻想郷は危険なんだからうろうろしないでよね。用心する。そ、それにしてもどうやって逃げやがったんだ。ふう、なんとか参ったか。てめえ、なんかしらけちまったな。今回は見逃してやる。せいぜい俺たちにバレないようこそこそ生きるんだな。待ちやがれ、さっきまで俺が勝ってたはずだ。逃げるな。戦闘力の話か。なら、いいこと教えてやる。俺の戦闘力を見てみろ。やっぱり俺の方が上だろ。どうせ、第二オーラまで使ったんだ。それが全力なんだろう。はっきり言っておこう。俺はまだ戦闘体制にすら入ってなかった。だからこの戦闘力はあくまで日常用の戦闘力に過ぎない。そこまで言うなら俺に見せてみろよ。いいぜ。バカな。お前の全力など、俺の通常以下だ。わかったら俺の目の前に現れないことだな。さて、またあの最強クラスに来られてもたまらないからな。俺は戻ろう。くそ、俺では毒虫の足元にも及ばないってわけかよ。待て、さっき幻想郷全体が危険な状態って言ってたな。まさか他の毒虫のメンバーも幻想郷に来ているのか。とりあえず、パトのところの奴らに連絡しておくか。なるほどね、そっちではそんなことがあったのね。だからパトを助けるために力を貸してほしい。現状、今の幻想郷は危険だわ。それを含めても、今度の目的地の危険度も冥界とは比べ物にならない。だからお姉ちゃんやろか、お父さんの力が必要なの。お願い、今こっちも大変なのはすごくわかる。でも私たちもこのままだと何も解決しない。そう、大体わかったわ。お父さんは無理だわ。今お父さんは世界各地でテロにあった街の救助で忙しい。うん、それは大体予想できてた。あと私とろかなんだけど、私は大丈夫よ。本当、ありがとうお姉ちゃん。でもせっか、ろかはあなたが直接言いに行きなさい。わかってる、今から月下お姉ちゃんにろかの居場所を聞いてそこに行くつもりだったわ。そう、ならいいわ。実際にろかと会って、それであなたたちで相談して決めなさい。わかったわ。おうか、あなたはここに残りなさい。うん。どうしたの、月下お姉ちゃん。せっかの時と同じことをするだけよ。ああ、なるほど。え、なに、なんなの。すごく気になるんだけど。まあ、その、頑張りなさい。なんか怖いよ。それで、ろかはどこにいるの。ろかは今、この町の病院にいるわ。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。
他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。